はい、皆さんどうもおはようございます。今日はですね、やっと久しぶりですね、この道キムシロードを通って行くのも久しぶり。さあ、ついに久しぶりに行けるんでしょうか。開幕なんでしょうか。うわ、壁が白くなってますね。本当にこれで何か意味があるのかな。なんか穴埋めしたりとかはね、してたんですけどね、なんかひびが入ってるようなところは。だからこの堤防自体を強化したっていう感じはあんまり見受けられなかったですけどね。厚みも変わってるわけじゃないし、中学校の時この辺座ったし、そのまんまだし。ただここがね、ほら階段がこんな感じになってて、あのちょっと幅広になって手すりもついて、ちょっと綺麗になりました。はい、こんな感じです。ほら、でこの中は芝生こう植えるみたいなんですね。なんでロープの中は入んないでねってことが続いてますけど、まあ、釣りには全く影響がないので大丈夫かなと思います。今日は実際側にアンダーさんが1名いらっしゃいますね。ここは流れが速いので良くも悪くも、やっていこうと思いますが、ずっとね封印されてた分ゴミがすごいです。ゴミって言ってもあのなんか科学的なゴミじゃなくて、あの 木とかそういうゴミが多いですね。流木系が多いですね、なぜかね。雑草、これあれなのかな、ちゃんとあの削ったっていうか、なんていうか蒸したのかな、全部除草剤撒いたところではないと思うんですけど、全く草が生えてないっていうのすごいですよね。なんかでも土のうみたいなのがずっと積んであったんで、それで草が生えれなかったのかもしれないですね。この辺木があった気がするんですけど、何個かなかったっけな、この辺は。もうちょっと木があった気がするんだけどな。下流側の方には角にね木があります。それは相変わらずあります。でも昨日も言いましたけど、もしかしたら伐採されちゃうかもしれないし、謎ですね、どうなるかっていうところです。はい、今日の夕方かな、か昼頃かちょっと分かんないんですけど、一昨日釣れたシーバスなんですけどね、ちょっとメガプレックスでもう一匹釣れたんですが、釣れ方がね、ちょっとバッチパターンというよりかは、ウェイトパターンだろうなと思う感じで釣れたんで、まあそういう風でも釣れますよっていうのが、ね、見ていただけると嬉しいですね。ただちょっと暗いんで、映像がね、やっぱ夜の釣りのYouTube っていうのが暗くなっちゃうんで、ちょっとね暗いかなと思うんですけど、よかったら見ていただけると嬉しいですね。ベローズスティック、このうわ、めっちゃうまい棒の匂い、朝からめちゃくちゃお腹減るっすよ。これはもう大丈夫でしょう。濁り方はですね、いや久しぶりだな、こんな感じ。もうこのね流れの速さで、ワンドに行っちゃうと全然大したことないんですけど、ここまでがね流れが強いんですよ。濁りは変わらないか、ちょっと 3% ぐらい増したかっていう感じで、ちょっと薄くやっぱ濁ってます。これちょっとやばいな、上と 14g にしても流されちゃうかもしれないですね。はい、水温いきます。9度ちょうどですね、9度ちょうど、9度ジャスティスですね。いよいよね、私のイベントが迫ってまいりました。風邪をひくわけにいかないのでね、ちょっと体温じゃない、睡眠時間とかも、昨日もちょっと釣り来たんですけど、なんか12時とかそれまでやらないで10時ぐらいにやめて帰りました。はい、そんな感じでした。こっち側は色塗ってないな、反対側だけ、サイクリングロードの方だけ色が塗られてますね。今日もベローズスティックで底をゴロゴロ流して、シーバス&キビレをメインで狙っていこうかなと思います。でこれ 10g のウェイトをこれスナップしてるとね、すぐ変えられるのがねめちゃくちゃいいんですよ。これ別に誰かから聞いたわけじゃなくて自分で思いついたんで、へへんへへんって感じですね。まあ誰でも思いつくことでしょうけど、
すぐにスイッチできるのはありがたいです。めちゃくちゃ。14グラムでいってみましょうか。4グラムアップ。それでも思いっきり流されると思うんですけど、ちょっと今18グラムがないので、14でいってみましょう。はい。いやー、久しぶりにね、この道から、場所から来ましたよ。本当に。はい、じゃあやっていきます。ゼロズスティックですね。14g のウェイトでいきます。そこをこう、ズル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 と流されていく感じでいこうと思います。よし。3、あ、3か。3だったらもうちょっと飛んでほしかったけどな。ブレーキ3番で。さんは下流側に1名、スミスグレーブさんでしょうか。違うかな。あー、結構そこがねズボッと潜る感じで、あとはねこのウェイトがまっすぐのやつよりもシリムタイプよりもこのラウンドタイプ丸っこいタイプの方が流されにくいですね、明らかに。それは使いようですよね。こういう流されちゃって困っちゃうところはちょっとそういう丸い形の方がいいのかもしれないですね。逆に流れがちょっと緩くてすり抜け重視にしたい場合とかは細身、まあ一般的には細身を使う人が多いですけどね。今年はねこの流れが速いところのこの木びれがここに入ってきてるのかどうか、もちろん入ってくるでしょうけど、ここに定位してくれるのかどうかって、捕食場所なのかどうかって、速すぎるなこれ流れが。ライ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 、アップで一人で行ってみましょうか。この間僕釣りしたらですね、これ1回で行ってたんですよ。こうだ一周したってたんですよ、ラインが。びっくりしましたね。それでずっとやり通してたんですよ。だから飛距離がね、その後ロッドをつなぎを直してこのまっすぐにとか行くようにしたら直ったんですけど、飛距離がやっぱ違いますね。一回巻かれちゃってるとそれはさすがに違うわと思いました。よくそれでバックラしなかったなと思いました、ね、初速がねスプールが回る割にはそこでブレーキかかっちゃってるからね、スプールの回転の方が速くなっちゃってバックラするっていう感じの現象が起きそうなもんでしたけど、大丈夫でしたね。いや、今日は太陽はちょっと隠れ気味なんで寒いです。風も冷たい、北風、上流側から下流側に向けて吹いてますね。昨日夜ここに来たらもうアングラさんが2名ぐらいいらっしゃいましたね。でバチ抜きはしてなかったです。映像を使ってるかわかんないんですけど、8時ぐらいから花火上がるちょっとぐらいまでいたのかな。花火上がって、9時弱ぐらいまでいたんですかね、確か。全然街は見えなかったですね。アンガタは2名いらっしゃいましたけどね。はい、ということで、ゴミはどうだろう。ゴミかかるかな、やっぱり。ちょっとかかってきますね。あら。これ。しょうがないね。うわ。来たね。はい、ということで、今日は、2月の9日ですかね、2月の9日8時7分、あと15分ぐらいやって帰ろうかなと思います。はい、じゃあ、今日の夜ねやる方は結構冷えると思うんで、足元の装備あったかい格好で行かれるといいと思います。ではまた明日もよろしくお願いします。今日の、動画の方もこの後もこの動画ともう一個の方の動画もぜひよろしくお願いします。失礼いたします。